Xing. さて、じゃあそろそろ行こっかな。ペンチニちゃん、忘れ物ない？うん、大丈夫。ああ、ほらペンチ、襟が曲がってる。別にいいよ、リョーコ。だって、夫がだらしない格好で笑われたりしたら、それは妻の責任だろ。誰が誰の妻ですって？アイカさんも本気にしないで。じゃあ、行ってきます。行ってらっしゃい。いってらっしゃい、天気様。早く帰ってきてね。さて、これでまた天地が帰ってくるまでが退屈だな。だったらたまにはお家の仕事を手伝ったらどうなんです？天地のいない間のうちのことなんか興味ないぜ。相変わらず天地様がいなくなると柄の悪さむき出しなんだから。お前みたいに一日中かわいこぶってるわけにはいかねえよ。なんですって？本当のことじゃねえか。学校ってどんなとこなんだろうな。セサミも早く大きくなって学校に行きたいな。にゃー、天地兄ちゃんの学校へ一度行ってみたいな。よあっという間に夕方でござる。今日の夕食はいつにも増して賑やかな様子ですね。うわー、別に見回したところいつもと変わらないんだけどな。涼子がいて、彩香さんがいて、ささみちゃんがいて、和秀さんがいて、じっちゃんがいて、それに今日は三好さんと清音さんが増えただけだし。どうした天地？なんでもないよ。まあ好美女が多いと目移りするのもわからんでもないがね。じっちゃん、
まったく。ん？なんだ天地、食わねえんだったら私が食っちまうぞって言いながらもう食ってるじゃないか。まったく悔しいんだから。三星さんも遠慮してるとなくなってしまいますわよ。なんて美味しそうなんでしょう。遠慮なくお上がりなされ。まだたくさん作ってあるからいっぱい食べてね。ありがとうございます。ほら、ギオネ、お米よ。10日ぶりのご飯粒よ。ちょっと、恥ずかしいことまで言わないでよ。おめえら相変わらずそんな生活してんのかよ。もう来る日も来る日もカップラーメンで、せめて 1.5 倍カップにしましょうって言っても、キヨネったらそんなことしたら 1.5 倍早くお金がなくなるって。そんなことまで言わないでったら。そもそもあんたがバイト先で片っ端から物を壊すから全然お金が残らないんじゃないの。でもうちの学生食堂でお二人が働いてるのを見たときにはびっくりしましたよ。ええ、私たちも全然知らなかったんです。今回のアルバイトは三星が勝手に決めてきたんで、学校だっていうのは分かってたんですけど、まさか天地さんの学校だったなんて。おまけにお夕食にまで呼んでもらっちゃって、今日はとってもいい日だわ。ねえねえ、天地兄ちゃんの学校ってどんなとこ。そうそう、学校での天地の様子はどうだ。悪い女に引っかかったりしてねえだろうな。とりあえず教室では隣に女の子が座ってましたけど。にゃーにー、天地、うちは男子の隣はみんな女子なの。それにお掃除の時には別の女の子と楽しそうにゴミ箱持ってましたし。それはゴミ捨ての当番で。やるわね天地殿。誰もいない校舎裏のゴミ捨て場、そこへやってきた一組の男女と来れば、することは一つよね。何をするとおっしゃるんですか。あら、そんなこと決まってるじゃない。ゴミ捨ててんじゃないの。しかし、潜んなの愛花だけなら楽勝だと思ったが、学校ってのはマークしてなかったぜ。下品な涼子さんと違って、おしとやかな娘もいらっしゃるかもしれませんわね。侮れませんわ。まったく、宇和州さんは思わせぶりな言い方をするんだから。学校は単に勉強するところなんだから、そんなに気にすることは何にも。あ、嫌な予感。星が流れましたね。従来では星の流れは不吉の印でござる。ええ、しかしこの星では願い事が叶うと言われてますよ。果たしてどちらでござろう。どちらでしょうね。だれだ。市長クラブの君ちゃん。誰だそりゃ。なんだ涼子くんか。どうしたのかね。あのお父様、ちょっとお話が。なんだね。あの、私天地と同じ学校に通いたいなって。なんだ。ん？何か言った？あ、いや、なんでもない。わかった。明日からでも学校に行けるよう手続きをしておいてあげよう。いやん、涼子、嬉しい。母さん、すまん。ん？それでは、よろしくお願いします。うん、お気をつけて。
何笑ってんだよ、アイカ。なんでもありませんわ。涼子さんこそこんなところで何をしてらしたの。なんでもないさ。ちょっと寝つけなくてね。あらそう、ガサツのあなたにしてはずいぶんデリケートですこと。そうかもな。行ってきます。行ってらっしゃい。学校かにゃー。ささみ、え、お姉さま。ささみ、このことはくれぐれも涼子さんには内密に。もしかして天智兄ちゃんの学校に行くの。留守番お願いね。いいなぁ。なぁ、ささみちゃん大きくなりたいんだね。大きくなって天智殿の学校へ行きたいんだよね。え？マサキ、今日転校生が来るって。え？噂じゃ相当な美人らしいぜ。へえ、そりゃ楽しみかい。リョウコ、お前どうして。愛する人と一緒にいるのは当然じゃない。親父だな。うん。ああ、この席、私の席と交換してくれよ。でも。いいよな。はい。おい、あのな。マサキ、俺たちの友情もここまでだな。ちょっと。何を言って、涼しいじゃない。皆様、おはようございます。おお。私、今日からこの教室にお世話になります、ジュライ・アイカと申します。あ、アイカさん。リョウコさん、どうしてあなたが。よろしく、アイカちゃん。私たち、今日からクラスメートね。気取るんじゃありません。そうか、おめえあん時じいさんに。それは、あなたこそお父様にお願いしたのでしょ。ふっ、まねっこしい。なんですって。天智様から離れなさい。何すんだよ、ここは私の席だぞ。無理やりそうしたんでしょ。俺の唯一の安息の場所が。キーツ、グッドモーニングエブリバディ。ワシュー、どう
うしてワシュー様が。本日担任の先生の代わりにこの教室を受け持つことになりました、ワシューちゃんです。何よその目は。こう見えても私はあんたたちより700歳は年上なのよ。そうよ、ワシューちゃんは年上なのよ。ワシューちゃんはとってもグレートで大天才なんだから。その通り。担任の長谷川先生はどうなされたんですか？長谷川先生は風邪でお休みです。ここはどこなのよ。